安倍の生命が囚われたため、ユーガは一人でも生命を救いに行くと言い、その場を去ってしまう。お市の方と前田刑事、霧隠れ斎蔵はユーガを追いかける。魔界衆の前に現れた黒魔術軍の高山ウコンとルイス・フロイス。フロイスは魔界衆を襲うが、そこに渡辺の綱が現れ魔界衆を救う。その綱を風魔小太郎が襲う。ユーガを追っていた斎蔵刑事は、魔界水軍の久喜義孝、俵の淘汰と遭遇し、生命が黒魔術軍に囚われていることを知る。斎蔵刑事は久喜と淘汰と戦い始める。魔界衆も加わり、戦いは混沌とするが、浅木も現れたため、道さんと久喜は浅木を追って去って行き、淘汰も去っていく。その頃、鶴姫は魔界水軍の越智康成と村上武義を呼び出していた。康成を取り戻そうとする鶴姫だが、康成はそれを拒む。そこに現れる大堀康房とルイス・フロイス、さらに末貴房、二代目悪郎も現れ、脱婚の儀式として末貴房鶴姫対越智康成村上武義対大堀康房ルイス・フロイスの戦いが始まる。激しい戦いの末、康成が康房を倒し勝利する。康成は鶴姫が失った康房の記憶を取り戻させるのが望みと言い、悪郎が呪文を唱えた時、康房がフロイスに指示を出し、フロイスが悪郎を切り倒す。康房は自らの力で鶴姫を奪い返すと言い残し去ったのである。黒魔術軍と囚われている生命を救いに、夕顔とお市の方が戦いを挑む。そこに藤原の住友が現れ、三つどもえ戦に。生命がウコンに倒されそうになった時、綱が現れ生命を助ける。するとウコンは風魔小太郎を召喚し、渡辺の綱対風魔小太郎の戦いが始まることになる。綱の危機に夕顔が助けに入るが、夕顔に気を取られた綱が小太郎に切られてしまう。全ての戦いが終わった後、真田大輔が現れ、平郎を襲うのであった。